はい、チャット GPT 日本語完全対応版、説明から設定まで日本語になりました。はい、こんにちは、こんばんは、カーゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティングや IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するための有益な情報をお届けします。ということで、今回ご紹介するのはですね、本日からだと思うんですけども、なんと日本語完全対応版という形で出たっていう、どういうこと、今までも日本語じゃないのっていうふうに思われる方いらっしゃると思うんで、ちょっと説明しようかなというふうに思います。はい、今回の内容です。はい、はじめにっていうのと、日本語完全対抗版、対応版とは、とかっていうね、で、設定方法と、で、変更点、で、まとめみたいな感じでお話します。で、はじめにですね、まあ、そもそも日本語でないのっていうふうに思われる方いらっしゃると思うんですけど、いや、その通りなんですよ。日本語なんですね。で、じゃあ何が日本語にあったのかっていうことなんですけど、実は、設定とかいろいろ細かいところが完全日本語になったっていうことなんですね。はい。だからどうしたっていうところもあるかもしれないですけど、これやっぱりね、完全に日本語になったっていうところが、なんかまあ、アプリケーションとして、まあ、確立したっていうか、まあ、日本語になったっていうところがすごいからっていうところなんですよ。ではですね、日本語完全版対応とはっていうところなんですけど、まあ、どの辺が日本語になったのか。説明書きとかですね、ヒント、設定、まあ、この辺がですね、完全に日本語になったんですよ。はい。以上！あ、これだけなんですね。じゃあ、ちょっとね、設定方法をちょっとお伝えしようと思います。で、一番最初ですね、ブラウザー版で、アクセスしたときに、一番上にですね、あなたの言語でチャット GPT の早期プレビューを体験してみてくださいっていうので出てきます。まあ、これあくまでもやっぱりプレビュー版なんですね。で、アルファ版に参加しますかみたいな感じで出てくるんで、このアルファ版参加っていうボタンを押します。以上です。はい。ってな感じでできちゃうと。まあ、ちょっとね、ここでね、変更点をね、僕ちょっといろいろ調べたんで、それもちょっとお伝えしていこうかなというふうに思います。はい、まず上の部分ですね。はい。チャット GPT の選択するところがあったと思います。GPT3.5 にするのか GPT4。まあ無料版だとね、ちょっとね、GPT4 が選ばれないんで、まあその辺のメッセージもなんと日本語になったんですね。3.5 のところがですね、当社の最新のモデルで、ほとんどの日常的なタスクを最適です。ね。無料およびプラスユーザーに利用可能。っていう日本語になっていると。ね、日本語ですね。で、GPT-4 の方も、私たちの最も能力のあるモデルで、ちょっとぎこちないですね、この辺ね。機械翻訳っぽい感じがしますね。なんかね。想像力と高度な推論を必要とするタスクに最適です。で、プラスユーザー専用で利用可能ですと。GPT-4 は、現在、3時間ごとに25メッセージの上限が設定されています。で、チャット GPT プラスにアップグレードしましょうっていうボタンが出てくると。まあ、この辺もですね、ちょっとね、まあ、日本語なんですけど、何なんでしょうね。多分ね、アメリカ人の人が日本語に変換するときって、日本語にするときってね、意外とこう、アルファベットとか英語とかも、まあ、カタカナ英語とかも使ったりとかするじゃないですか。まあ、その辺がですね、無理っくり日本語だけになると、ちょっとおかしな感じになっちゃうっていうね、ちょっとまあ、この辺、翻訳の特徴なのかなとは思うんですけど、はい、まあ、下の部分ですね。もちろん設定も変わります。はい。設定のところのプラスにアップグレード、新着みたいな感じと、カスタム指示ってなったんですね。ここもともとね、カスタムインストラクションなんですよ。カスタム指示っていう。で、設定、ログアウトみたいな感じのね、名前になって。もちろんカスタム指示のところも、ちゃんと上に、こう、日本語訳でね、ちゃんと書いてあるんです。チャット GPT にあなたについて何を知れば、より良い回、応答を提供できると思いますかっていうのと、チャット GPT にどのように、応答してほしいですか。で、新しいチャットで有効にする。っていうね、トグルがついて。で、キャンセルフォンソンみたいなね。もうめちゃくちゃ日本語です。はい。他もちょっと見てみましょう。でここですね。まあ、設定の部分ですね。これもテーマ、システムとかですね。ロケール、アルファ、
ロケール、うん、ここも日本語にしてほしかったですね。まあ、あのロケーションのロケールではなくて言語とかにしてほしかったんですけどね。まあ、この辺がねちょっとねどうなんて思うんですけど、でまあ下の方もチャット履歴とトレーニングとかですね、で共有されたリンクで、データをエクスポート、 アカウントを削除みたいな感じでね。で、あのチャット履歴のトレーニングのところもですね、このブラウザの新しいチャット履歴を保存し、モデルの改善に使用できるようにしましたと。で、保存できないチャットは、30日以内に、システムから削除されます。この設定はブラウザや、デバイス間で 同期されません。詳しくはこちらって書いてるんで、お、詳しくはこちらを押してみました。はい、まあ英語ですわ、やっぱりね。この辺は仕方ないでしょうね。いや、ちょっと待てよと。で、上の方にですね、なんかあの、イングリッシュって選択があるから、あ、これ変えれんちゃうんと思ってクリックしてみたんですね。そうすると、はい、イングリッシュしか選択できへんっていうね。まあ、まあまあまあ、仕方ないですね。アプリケーション自体が日本語になったっていうことでね、この辺のサポートの部分は別に日本語にする必要性はないっていうね。まあそういう感じなのかな。まあ、アルファ版ですから。はい。っていう感じのところはありました。はい。で、僕ね、ここをね、見てほしかった、皆さんに。次。これ。下の方にね、何や、英語がね、バン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 って4つぐらい並んでたじゃないですか。で、まあ、一番最初、ヒント、僕がね、リリースした時にですね、これ、まあ、レコメンドみたいな感じで押したらできるんですよって言って、多分、英語で書かれてたから、誰一人使ったことないと思うんですよね、これ。で、そこが日本語になったんですよ。で、早速なんですけどね、じゃあ、やったろうじゃないかと。僕、書きました。もう、レトロスタイルのアーケードゲームのためにまで押して、で、コンセプトを考えてみてくださいっていうのを押すんです。これが本当のやり方なんですよ。でも、今まで英語だったからできなかったっていうことなんですね。これ、つけてる意味あるっていうね。なんかそういう部分だったんですけど、これやってみました。だから実際に、バーン、はい、出てきました。見事につながって、途中のやつが出て、これでもね、いるいや、これいる買い、売った方が早くねっていうね、ちょっと思うんですけど、はい。で、まあ、こんな感じで、ちゃんと使えますよ。あ、しかもですね、こうバーってね、途中で出てくるときに、ストップっていうやつあったじゃないですか。それがですね、ちゃんとね、生成を停止するってなったんですね。ちょっとこっちの方があんまり意味がわからなくなっちゃうんですけど。生成って言い慣れてない人にとってはね、まあストップの方が良かったんちゃうっていうね。なんかまあそんな感じです。はい。で、あと最後ですね、ここも変わりました。だからヘルプっていう、まあ端っこの方にね、ヘルプがあったんですけど、でそこに実はね、キーボードのショートカットをね、確認するところがあったんですね。で、そこも実は英語だったんですけど、見事に日本語で、はい。こんな感じのショートカットを教えてくれるような感じで、なりました。ということなんですね。はい。いかがでしたでしょうか。完全日本語対応版です。はい。完全日本語対応版です。はい。もう一回言いますね。完全日本語対応版です。ただし、ヒント、これ、詳しくはこのリンク辿ってね、押したら完全英語です。はい。まあ、だから完全日本語版かどうかはちょっとわかんないですけど、まあまあ、でも、結構ね、日本フリークなところがあるのかなとは思うので、まあ、この辺の対応っていうのは早いのは、日本人にとってはすごく嬉しいことかなというふうに思いますね。まあ、Google のバードもですね、チャット GPT もしっかりなんですけど、なんか日本人を意識して、日本語を先行して出す傾向があるんですよね。まあ、これはですね、ちょっとまあ、日本人にとってはすごく嬉しいことなのかなと思うので、まあ、どんどんね、日本語になっていくとね、どんどん使いやすくなるのかなというふうに思いますんで、はい、皆様も一度、いろいろと確認してみてください。はい。まあ、こんな感じでですね、皆様のビジネスの方を応援するような動画を365日毎日投稿しております。もしよかったらまた見てください。ありがとうございました。